写真を撮った持倉写真館、番組スタッフコラボにアップしている写真について、お話ししていきたいと思います。4月という
歌詞を私たちが書いて曲を作ってみて、 それでミュージックビデオを、まあ、携帯の動画というかアプリで作成して、だいたい時間で言うとまあ2分半ぐらいの時間なんですけども、で、まあ、ミュージックビデオを撮影して編集して、あきちゃんがね、高橋あきちゃんが編集して、そこにこう画面に字幕みたいに歌詞を入れられるアプリでして、それで歌詞を入れてくれて、
楽いまでにも心が上がり下がりせんけどしないんですか。子供の方がしますからね、やっぱ感情がね。そうね、激しいから。若い時は私も激しいですから。まだ若いよ。10代の時、頑張ってここに子供が持ってくれるのか練習してよかったみたいな。